それでは悪、悪いという字に行きますね。まず、そっての位置ですね。そしたら、横長の口を書きますね。で、角度を上と揃えて、内側に入ってきて、同じ角度で来たら、閉じます。そしたら縦。で、その時に大体の間隔がほぼ同じぐらいになるように。そしたらまたここでまっすぐの位置を書きますが、上のこの位置よりも少し長めにしてください。そしたら心を今から書きますが、この線よりも外にこれを持ってきますね。そしたら右側の部分はここよりも下がらないように。この角あたりから3段階で、まず斜めに折ります。横に走ります。最後に上にちょっと上げてください。そしたらこの中心に向かって抜いておいてください。中心よりも少し右側に点ですね。だいたい同じ位置かちょっと高いぐらいでいいので、最後の点を書いてください。